はい、吉谷さん相変わらず気が合いますよね。私のこのアウトプットについてくれる人はやっぱり吉谷さん以外ないのかなと思いますよね。もちろん少ない動画でたくさんの再生数を上げるっていう人はたくさんいます。でもそういうことに私はなれないと、今の段階ではなれないと思いますんで、やっぱりね、こういったアウトプットの数、アウトプットの量、そして一つの事実に対していろんな角度から切り込んで、一つの事実なのにもう無数の解釈を持ってアウトプットをするみたいなね、そんなトレーニングをしていると思っております。で、動画をアップロードする理由としては、私はですね、やっぱり好きだからやってる。ただアップロードできればいいんですよ。できればいいんですよ。でも、もう一つ意味があります。それはね、これ素振りなんですよ。素振り。素振りって絶対にホームラン打てないんですよね。だって球飛んでこないんだもん。でも素振りするんですよ。それは、球が飛んできた時、意識してホームランを打つためのトレーニングでもあるんですよ。で、普段私は何のセールスもしてないんで、ただ素振りしてるだけです。だって素振りが面白いから。でも素振りが面白いから一回一回工夫していくと、こんなボールが来たらこう打とうかな、こういうボールが来たらカットしていこうかな、こういうボールが来たらホームラン難しいんで、まあ内野安打で出ようかみたいなことを考えながら動画をアップロードしてるんですよね。で、そのいろんなパターンで出してる動画、そのまま自分自身のノウハウになって反応になって、いつかね、勝負をしようと思うときに意識して当てることができるんですよ。意識してホームラン打つことができるんですよ。で、おそらくですけども、この動画をね、アップロードすることだけにとらわれて、ただ作業のようにアップロードしていくと、こういう発想にはならないから、大事な時にセールスをしなくちゃいけない時に意識して当てるってことが、まあ、できなくなって、相変わらず空を切るんですよね。ボールが飛んできてるのに飛んできてないのと同じように素振りをしてしまうんですよ。それではね、意味がないんですよ。ただ腕が太くなっただけ、ね、ただ筋トレになっちゃうだけ。でもそうではないと、YouTube でチャンネル登録をして、チャンネル登録者数を増やして、で、動画をひっきりなしにアップロードする、この凡事徹底をするってことは、どっかでね、多くの人に見ていただきたい、どっかで多くの人のチャンネル登録が欲しい、そしてできれば売り上げが欲しいと思ってるはずなんですよ。この考えが全くないって方はいないと思うんですよね。特に YouTuber として生きていこうと思って YouTube に手を出したんだったら、どっかで収益化したいと思ってるはずなんですよ。だったら少なくとも毎日素振りをする感覚で、いろんな角度のね、いろんなモチベーションの、種類の素振りをシミュレートしてほしいんですよね。そうでないとやっぱり意味がなくて、こういうことなんですよ。1本目に撮った動画と1万本目に撮った動画をパッと並べて、どっちが1万本目でしょうかっていう時に、こっちですっていうふうに1万人が1万人こっちを指ささないといけないんですよ。でも全く能力が上がってないと、こっちが1本目です、こっちが1万本目です、どっちが本物でしょう、どっちが1万本目でしょうかって言った時に、なんかどっちかなみたいに思われちゃうんですよね。で、これでは全く意味がないってことなんですよ。どんな球が飛んできても、それは全部空振りですよってことになりますからね。で、そういったことを考えていくと、この凡事徹底っていうのは、ただ単に同じ作業を繰り返せってことじゃないってことが分かると思います。そうなんですよ。一回一回やる以上進化するってことなんですよ。売り上げにはならないけども、実力は一歩踏み越えたっていうふうに考えていかないといけないんですよね。一回一回に一喜一憂しろってことじゃないんですよ。そうではなくて、積み上げた結果、どんな自分に慣れているか、そうだなと、1本目に取った時はこうだったな、100本目はこうだったな、1000本目はこうだったな、1万本目の今こうだよねっていうふうに、明らかにその経過時間がダイレクトに経験になっているか、それとも経過時間が単なる経過時間であったのか、そして最高なのは経過時間が体得時間になっているかってことなんですよね。私たちは体得時間に、この経過時間っていうのを変えていかなくちゃならないというふうに思って、今回の動画を終わらせていただきます。